おはようございます。2010年10月1日金曜日6時5分になりました。6分になりましたかね。10月になりましたね。今年も残すところあと3ヶ月ということで10、11、12ともう4分の1になりましたけれども、どうでしょう、2010年の正月に今年はこれをやるぞって言ってた4分の3終えれてるでしょうかみたいなところですけれども、はてさて、ニュースいきたいと思います。ですね、ニュースはまずはというか、まあいろいろね、わたわたその国際情勢やら何やらが一挙にいろいろ動いているんですけれども、その中でこの臨時国会始まりましたね。で、まあそのねじれ国会だのなんだのかんだのいろんなことを言われてますけれども、何でもいいんですけどね、何でもいいんですけどっていう言い方変ですけど、その野党もね、その責任問題がどうのこうのとかね、特に今の尖閣諸島のやつの対応がどうだらこうだらとかね、そんなね、終わったことの責任問題とか、そんなんどうでもええんちゃうのって私はすごい思ってるんですけど、そんなんよりも、例えば、藤田の社員にしても3人は釈放されましたけど、あと1人まだね釈放されてないわけですから、じゃあそこをどうするんだっていうのをね、こう話して、野党側もこういう方法があるんじゃないか、ああいう方法があるんじゃないかとかね、そういうことをやらないとあかんのじゃないのっていうのをすごく思うわけですよ。で、まあそれ以外にもね、山ほどありますよね、その財政難をこれどうやって回避するのとか、まあ回避するのはもうね、景気を良くするしかないんですけど、じゃあ景気を良くするために一体何ができるのかと、その辺をですね、その未来に向けてのね課題に対してこうやりませんかって思うんですよね。その後ろ向きに終わったことに対して責任問題とか説明責任があるとか、いやそんなこと言うとる場合かという話ですよね。そのなんか言ったら、なんて言ったらいいの、例えば交通事故起きてからね、何千よそ見してたんだみたいな話をね、そのよそ見してた責任はどうなんだみたいなことを言ってもしゃあないような気するんですけどね。その交通事故起きたら、じゃあそこをどうやって早いとこ直すのとか、怪我人いたらどうやってその人たちを救うのとか、そっちをね早くやんないとって思うんですけど、なんかね、おかしなことになってるっていう気が私はしてますね。まあだからちょっとね、前向きなその議論というか未来の議論をこうしてほしいなっていう気がします。さて、もう一つですけれども、テクノロジー面のところへ行って、まあ、もう一個ちょっと面白いテクノロジー面で、鶴が絡まって、気象庁のあの観測が結局取り消されたみたいなのありましたけど、あれはちょっと笑えるんですけど、あれもあれなんですが、こっち、地球に最も似た惑星、生命存在の可能性もと、アメリカの研究チームが発表したということで、どうやらですね、その、これによると、その20光年、まあ、光の速さで20年かかる距離ですね、まあ、とんでもない距離ですけども、そこにですね、地球に似た惑星がどうやらあると、で、そこには水やら大気があるよというようなことを、こう、ね、それを突き止めたという話で発表したらしいんです。それで生物のいる可能性が非常に高いというふうにこうね発表してます。で、これね、そのそういう星はまあまああるやろと思うんですけど、ね、まあそれを見つけたということなんで、まあいいんですが、これね、ちょっとね考えるとこれすごいことなんですよ。昔のそのガリレオ・ガリレイとかがね、裁判になって地球が回ってるのか、ね、天動説地動説とかの揉めたりとか、あとニュートンが万有引力とか発見した、ああいうなんとかね、いろんな話あるじゃないですか、その宗教裁判になったみたいな。
でもこれ本当それぐらいの話なんですよ。実は日本だとね、そんなにそういうんなことを意識したことないんですけど、でしょうけど、そのまあキリスト教もそうですけど、その前のそのユダヤ教だとかね、そういうのに関しても結局その特に唯一神ですよね。神さんが、神様ってその唯一絶対の一つというような、そういう宗教宗派の人からすると、まあその中からこう選ばれた人類というか人間っていうのは、そういうその神に似せて作ったみたいな感じですんで、他の星にもそんなのがいるとか生き物がいるとかね、そんな話になってくると、ちょっとね、そういう神さんの存在とかね、そういう宗教観とかね、そこにも実はすごく影響してくる話になりかねないんですよ。この話をするとね、1時間ぐらい話するネタがあるんであれなんですけども、でもちょっとね考えると、これってね実はすごい発見で、これ宗教界がここら辺に対してまた敏感にいろいろ反応する可能性がね、そのうち出てくるかなとかね、ちょっと思ったりしてます。ということで、もう12分になりましたんで、金曜日ですが10月入りました。10月1日からまたね、新たな1ヶ月ということで、今日なんか暖かくなりそうなんですけども、まあくれぐれも体調管理には気をつけて、今日も元気に頑張っていきましょう。ということで、ではまた。